皆さんこんにちは。甲子園総合会計事務所代表下尾園です。本日の動画は本の紹介動画です。で、紹介する本はこの本です。成果が出るチームを作る方法です。津田書房から1650円で発売されている本です。で、この本は組織論、どうやってチームを作っていくか、どうやってその組織を作っていくかっていう本なんですけれども、でそのいの一番にいまだに昭和スタイルで人材育成をしていませんかっていう一文が出てくるんですよね。結構その僕も今まで会社を勤めてた時にあったのが、どうやったらいいんですかっていうふうに聞いたら、前の人と同じようにやっといてっていうふうに言われるんですよね。別に教えてもらうこともないし、じゃあそれが自分が下の人が入ってきた時にやっぱ同じことを言っちゃうんですよねと。そのスタイルじゃあもう時代に合わないですよねっていう話で、じゃあその令和の時代に向けたそのチームビルディングっていうんですかね、この組織の在り方について書かれている本で、これ通りにやれば適切なチーム化がなされていくんじゃないかなっていう、レシピみたいな本かなっていうふうに思っています。続いて著者の紹介です。知念邦子さんです。でコンサルタントとして活躍されている方で、僕の知り合いなんですよね。でどういう知り合いかっていうと、そのコンサルタントとか、いわゆる私業っていう人たちで集まって勉強する会があるんですけれども、そこで知り合った方なんですよね。そこではその講師の方も中心に勉強してるので、そこまでそのお互いの事業のことを言ったりすることはなかったんですけど、今回書籍で拝見して、あ、こんなことやってんねんなっていうのを僕も実感した次第です。で、本書の構成っていうのは、主にその個人の成長はどうあるべきかっていう話と、チーム作りっていう話があるんですよね。でその個人とチームの境目、もうちょっと言うとそのチームの中でリーダーとしてどう振る舞うか、あるいはフォロワーとしてどう振る舞うのか、リーダーシップ、フォロワーシップとかって言うんですけれども、そういうことが書かれてある本です。で個人的な見解で言うと、やっぱり中小企業っていうところで言うと、その中小企業の中でも規模は様々なんだと思うんですけれども、やっぱりその個人の成長が組織の成長につながる可能性が高いのかなっていうふうに思うんですよね。個人がその従業員の人がやるべき機能が多くなるので、その人が育ってくれたら組織も成長していけると。でチーム作りについてはやっぱりその2人以上いたら、組織っていうふうに言われてるんですけれども、なんだかんだ言ってその何か一つ軸がなかったとしても集まってたらなんとなくチームになるとは思うんですが、それ以上はダメなんだと思います。しっかりその目的とか目標とかを持ったりだとかして、でその中にいる人たちを評価したりだとか、あるいはその、経営者じゃない誰かをリーダーとかにして引っ張っていくような存在を作るとかっていうのが、この本には書かれてあります。そうですね、やっぱりそのここが本当の中小企業でいうと肝なのかななんていうふうに個人的には思います。でその本書のいいなって思ったところが3つほどあって、で内容がとりあえず実践的なんですよねと。要はその成果が出るチームっていうのを一つイメージした時に、そこに近づくためにどうすればいいのかっていう手段をたくさん提示してくれる。もちろん会社によってできるできないはあると思うんですけれども、そういう手段をたくさん提示しているなって思うんですよね。でやっぱりその理論的な背景を説明するのには、やっぱりそのこういう研究がありますよとか、こういう調査結果がありますよとか、こういう理論がありますよとかっていうのが出てくるんですけれども、そういうちょっとその難しめの学術的というか、そういう部分に関してはスライドが豊富ですごいその分かりやすくなってるんですよね。だからそもそも内容として実践的だし、少し難しいその学術的な内容に関しては噛み砕いて説明されているっていうのに加えて、途中10ページぐらいなんですけれども、実際そのサービスを受けたそのクライアントの方の声というか、まあ、どういう印象を持ったとか、どういう風に変わっていったよとかっていうのがあるので、まあ、これも非常に面白いなっていう風に思うんですよね。だからすごいいい本だなっていう風に思います。で、まあ、僕はまあ僕なりに本書を読んでなるほどって思ったのは、やっぱり失敗に関する内容のところなんですよね。で、まあ、この本書にも書かれてあるんですけれども、その野球を例に例えると、やっぱりその3割打てればその一流なんですよね。ということは7割ミスするっていうことなんですが、でその最高打率はまあランディ・バースなんですけど、それでも4割届かないんですよね。っていうことは、こう日本野球史上、まあ、最高のバッターって言われてる人でも6割以上はミスをしていたっていうことなんですね。だから、まあ、組織仕事に関しては、まあ、ミスがつきものなんですよね。まあ、大小あると思うんですが、でやっぱりその失敗があった時に、まあ、リーダーが間違いを認める、まあ、そういう、まあ、組織風土ってすごいいいなって思うし、逆にそのフォロワー、まあ、部下の人がこう間違ってますよ、まあ、ネガティブフィードバックっていうんですけれども、まあ、間違ってますよとかっていうのを言うっていうのもいい文化なんだなっていうふうに思うんですよね。ただその実際問題としてはなかなかそれって難しいんだなっていうふうに思うんですね。要はそのトップの人はミス認めないし、部下は気づいても何も言わないっていう、それじゃダメなんだと思うんですけれども、やっぱりその例えばまあそのリーダーだって間違いを1個認めたら評価下がる可能性もあるし、部下は部下で言った時にその間違ってますよって言ったのが、それがそのこう本当は合ってましたとかってなったらすごい立場悪くなったりすると思うんですが、まあ、そういうような形でやっぱりその言いにくいっていうのはまあ仕方がないのかなっていうふうに思いはするんですけれども。とはいえその中小企業とかだったらその失敗が命取りとになる可能性もあるので、やっぱり風通しのいい雰囲気とかっていうのがまあ重要なのかなっていうふうに思うんですよね。でさらにそのまあ182ページからまあ約10ページぐらいかけて、もう個人の失敗と組織の失敗っていうのを分けてこう書いてあるんですよね。でまあ個人による失敗っていうのはまあこの5つぐらい要因があるっていうことで。そうですね、まあ、確かにそうだなって思うんですけれども、まあ、僕自身はまあこの辺りとかこの辺りとかですかね、この自分のそのノウハウとかがなかったりとか、あるいはそのうっかりってやつですよね、まあ、こういうものでこう今までミスした記憶があるなっていうふうに思うんですよ。あの時これを一つ聞いていけばとか、これを一つ調べておけば防げたミスだったっていうのが意外にあるんですよね。結構あるっていうか相当ある。でまあ、こういうものに関しては、まあ、チームを作ることによって、まあ、回避できるっていうことですよね。確かにそうですね。不注意なんか、まあ、数値が間違ってましたよとか言ってたら二重チェックしたら、まあ、見つけることもできるし、そうですね、その身体の的能力っていう話なんですが、例えば上のものが取れませんとかっていう話だったら背の高い人が取ればいいっていうことですよね。まあ、僕はその個人事業主で一人でやってるから、まあ、なかなか補うことができないんですけれども、確かにこう自分と違う誰かがいたらこう今までこうミスしなかったこともあるなっていうことをまあ実感するので、まあ、確かにこれは正しいんだなっていうふうに思うんですよね。じゃあそのチームがもしミスしたらどうするんだっていう話なんですね。で、まあ、組織による失敗っていうのは、まあ、よくその乗り物に例えられることが多いんですよね。船とかバスとかに例えられることが多いと。で本書でも187ページからこう何個か箇条が何個かこう5つまあ挙げられているんですけれども、まあ、かいつまんで言うとやっぱりここにたどり着くのかなっていうふうに思うんですよね。そもそも、まあ、そのバスの目的地ですね、ここに書いてあることだと思うんですけど、それが正しいかどうかっていうところですよね。こういうところがその企業理念とかで、企業理念を受けた、あるいはその経営計画とかにこう落とし込まれていくんですけれども、まあ、それが整合しているかどうかも、そもそも正しいのかどうかっていうことですよね。あとそれがまあ行き先が正しいとしてこう載せるべき人数が正しいのか、そうパンパンだったら誰かこう下ろさなダメですよねっていう話もあるし、で、人数が限られてるんだったら、その乗せるべき人なのかどうなのかっていうことですよね。その本当にその目的地に行くために必要な人なのかどうなのかっていうのを見極めないといけないのかなっていうふうに思います。で、じゃあそのどこを見直すことができるかっていうと、まあ、現実的にはまあここが一番こう見直すべきところなんだろうなっていうふうに思うんですよね。で、中小企業をまあその中小企業の範囲内だったらなかなかこういうところその企業理念とか、まあ、社税とか、まあ、今で言うとクレドとか、まあ、いろいろあるんだと思うんですけれども、そういうのはあるにせよ、なかなかそれが実行まで移されてない、まあ、あるだけっていうところも多いから、やっぱりそういうものを一つ目的地を一つ示したらこう有機的に人が動く可能性はまあ高まるのかなっていうふうに思います。で、この本は中小企業で従業員を雇用して成果を出したいと思っている人には最適な一冊です。で、中小企業においてはやっぱり人です。人なので、やっぱりその限られた人員しかいないと。野球チームに例えたら20人チームメンバーはいるけれども、じゃあレギュラーのショートがこう怪我したらその8人で野球をやるわけじゃなくて、セカンドだった人がショート守って、で控えの人が入ってくるだとか、あるいはピッチャーがその調子が悪かったらそのピッチャー変えるとかっていうのはあると思うんですよね。そういうような形で人が補えるような仕組み、それを構築するのが重要なのかなっていうふうに思いますし、これを読めばそれに近づくような一冊になっているなっていうふうに思います。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価、あとコメントなどがあれば嬉しいです。またお会いできる日を楽しみにしています。さよなら。